なんと。最後に勝利するのは俺たちだ。死んだ仲間のためにも。巨人に会いませんように。心臓次の任務は。おお、ほう。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は、全門付近にある例の大岩を持ち上げ、
破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。まだだ。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それは人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。やったぞ。狙い通り。僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのかな。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。僕だってやってやる。狙い通り。できた。やったぞ。頼んだよ。分かったぜ。
ってやってやる。あれは気候しか、こっちの誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。負けるもんか。ついた。巨人に邪魔されて補給物資を運べない。あっちは苦戦してるのかよ。落とせたぞ。行くよ。負けるもんか。大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。応援団ヤバいってことだよな。負けるもんか。死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。もっと頑張らないと。エレンに死なれても困るしね。兄、なぜここに。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょう。できた。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。もらっていく。逃げるしかないのか。怖くなんかないぞ。了解了。
助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。巨人を減らせたぞ。これなら王様の方から縁談が。何か緊急事態か。頼んだよ。了解だ。まだだ。岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。今ならやれるはずだ。来やがった。貴公子だ。大丈夫か。もし困るなら平気です。私にも守りたい家族がいますから。頼んだよ。
巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エレン、あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、you
全失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、どうして私がわからないの。ついてきて。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。私も行こう。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせる。どうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って手投げに尽くすしかない。狙う。狙う。了解だ。かっさばいてやる。潰す。落とした。よし、なんとかしのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。ごめんなさい。Thank you.
カサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。邪魔しないで。狙う。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレン、分かったよ。巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。アルミン、ミカサ、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。特に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。邪魔しないで、かっさばいてやる。まずい、こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。次狙う。次もう一押し。コニー、無事でよかったぜ。怪我はない。なら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった？巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務を続けるよ。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。
が話しかけても反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ避ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、いつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命が引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。
私に反撃するのは無理だ。エレンは私が守る。捕らえた。ごめんなさい、アルミ。さすが歴代でも屈指の逸材って噂は本当だな。巨人が入ってきたぞ。正派を他の巨人で手一杯だ。僕らでやるしかない。戦わなければ勝てない。みんな死んだ甲斐があったな。
初めて巨人に勝ったよ。超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ、